あ、宿屋、旅の宿屋。あー、ちょっともったいなかったか。はっは、こんなところに人がいたんで驚いたろ。さて、旅の宿に一晩10ゴールド。薬草よりも値段が高いんだよな。薬草8ゴールドでしょ。なんだかなって感じするよね。ちょ、左の宝箱が気になるから、一回左の宝箱回収しに行こうか。で、マンドラゴ。マンドラゴ無駄に2体も出てきやがって。レベル上がってるけど、そんなに攻撃力が上がってる感じしないのが、たまに傷だよね。まあ一撃で倒せる時もありますよと。さあ、で、洞窟の中にイン。殻の上に行って、上に行って、ここは宝箱なかったか。そのまますぐ地上に出るみたいな感じだったかな。いやー、出た、お化けなめくじ。さっきの戦闘はカットしてたんだけど、お化けなめくじ出んの初めてだから、まあ一応ね、こんな見た目の慣れしたやつもいるっていうのを視聴者でもお見せしておこうと思ってな。で、レベル3。まだホイミ覚えねえか。あ、宝箱。20ゴールド。HP、21あれ十分か。レベル3になったし、ネズコウモリとか出てきても、まあどうにかなるっちゃなるか。ネズコウモリ3体だったら、ちょっときつかったかもしんないね。俺持ってる薬草って、あと残り1個だよな。うわー、これ一回どうしよう。村戻った方がいいか。お金もお金でそこまでいっぱいあるわけじゃないから。はいはい、こっち側に出て。いや、2個あるからいっか。特攻するか。で、ここが、あとあの、墓のところ調べたらなんかなかったっけ。うわー、モコモン。モコモンが出てきやがった。このファーラとかさ、ファーラってもう確か仲間になるんだよな。まあさっきチラッと言ったけど、スライムとかさ、ハグレメタルとか仲間にできるんだけど、ファーラっても仲間にできて。あ、違う、これ帰宅用の道かな。こっから落ちて宝箱開けるじゃん。あー、来た来た、旅人の服。これでおじさんの防御力がどんどんカッチカチになってくぜ。で、この帰宅用のルートで上にまっすぐ登っていくと、墓のところからちょうど頭をこんにちはさせることができるぜ、みたいな。おー、なんか、おい、久しぶりだな、ブチスライム。で、このダンジョンで、やれることは、これで全部回収したはずだから、一回村に戻って、いやー、この HP で大丈夫か。一番嫌なパターンだな。頼む、生かしてくれ。あー、いいね、いいね。1ダメージしか。あー、オッケーオッケー。熱こもりバカだ。身守ってる。よしよし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。こいつ、身守ってくれるんだ。いや、ありがたいね。で、旅人の服を手に入れたことによって、敵からの火ダメが全然大したことない。いや、いいね。これは勝つるぞ。はい。で、このお墓の前からこんにちはして、無事に村に戻ってきましたよと。で、130ゴールドか。鎌の鎧、銅の剣。どっちも欲しいけど、まあ値段高いんだよな。ていうか、棍棒って売られてねえんだな。非売品なんだね。あれ、シエナの町とかだったら売ってんのかな。いや、まあ今やるべきことは、まあ薬草2個か。薬草もう3つ4つ補充した方がいいかもしれんな。まあ、次のレベルでホイミ覚えてくれると思うんだけど、まあ、それでも今のままだとちょっと心もとない。あ、木の帽子、あ、木の帽子買うか。木の帽子もいずれ宝箱とかで手に入るかもしれないけど、あー、木の帽子クソだせ。いや、おかげで薬草が1個しか買えないじゃないか。まあでも、その分おじさんカチカチになってるから、OK。で、最悪ゲームオーバーになっても、お金が全然減んないから、
りあえずこれでシエナの町に特攻しよう。であとはこの階段登って階段下って戦闘になっちまったけど、まあマンドラゴラ1体だけだったら許す。こいつ目玉がさあれなのか、頭のところにあんのか、ちょっと謎な見た目してるよね。いや相変わらずの鬼演歌だ。マンドラゴラって初めて出たのはあれか、ドラクエ6か、ダンスキャロットとかポイズンなんとかっていうやつか、ポイズンキャロットだったっけな、なんかいるんだよなマンドラゴラの上位互換で、まあ、トルネコの大冒険シリーズとかにも出てきてたけど、初めて出たのはドラクエ6が初か、全然覚えてねえけど、いや、なんだったらこのファーラットもドラクエ6が初か。お、あ、薬草、いいね。で、こっち側何もなかったか。まあ、この辺は何もありませんよということで。いざ、シエーナの街。まあ、ちょいちょいカットしてたけど、そこまで戦闘にはなってない。むしろ、カットを終えて喋り始めてから、戦闘がすごい増えてる感じするぜ。はい、で下山しましたよと。でこの縦札、裏側書いてある文字が読めない。いやそれこそあれだろ、小さい文字使ってよ、ムーンみたいにビハークの謎解きみたいの始まってもいいんじゃないのって思うんだけど、こっから南西シエーナの町。いや早くルーラー使えるようになりたいよね。ああ、いいね。栄えてるわ。ライフコットの村に対して、シエナは町感がある。しかも今、バザーやってるから、まあ、お祭り騒ぎみたいになってるよね。シエナの町へ。今、バザーの真っ最中なの。あなたもいいお買い物ができるといいわね。これ、あれ、発散イベント発生しなかったっけ？あ、ここじゃないか。レイドックの町か。レイドックの町も、シエナの町にちょっと形似てたような気がすんな。いや、でも、あれシエナの街でハッサン発生しなかったっけ。ハッサンが発生するっていうと、なんか気候のなんか台風が発生するみたいなさ、なんか気象条件みたいな感じでハッサンの名前を出しちゃってるけど、ハッサンどっかにいたような気がしたんだけどな。シエナの街はここ安いね、良心的な値段で商売してるわ。これは噂ですが、魔王無道がいよいよ力をつけてきたみたいですよ。レイド王が来られないのも、そのためだとか、物騒な世の中になってきましたな。こっちの世界ってあれだよな、レイド王偽物みたいな感じじゃなかったっけ。東方遅く来たからこんなところしか空いてなかったよ。さて、道具屋の店。あー、盗賊の鍵、これでも買わなくても良かったようなアイテムじゃなかったっけ。いずれなんかのタイミングでもらえなかったっけ。まあ、買っといた方が序盤の段階でいろいろ鍵開けれるから便利なアイテムっちゃ便利なアイテムなのかもしんないけど、まあ、最終的にその最後の鍵、まあ、ドラクエシリーズおなじみの最後の鍵を入手してしまえば盗賊の鍵で開けられる場所も開けられるから、まあ、買わなくてもいいっちゃいいんだよな。お父さん早くお仕事終わらないかな、暇だな、うろうろ。こいつの親父あれかやってんのか。ボガ、ボガとなんかもう一人張り合ってるやついたよな。いらっしゃいませ。あ、売り物ですか、どれどれ。織物と木彫り細工ですね。それなら330ゴールドで引き取りしますが。いやー、330ゴールドは安すぎるわ。うまくなんか値段を釣り上げるみたいなことできたよね、気がするんだけど。わはは、お客さん遅かったね。うちの品物はもう全部売れちまったよ。さあ店じまい店じまい、何を売ってたかって聞くのはよしだよ。聞くと余計に欲しくなっちゃうよ。さあ店じまい店じまいと。あれあれで、こんなところにもう一つだけ残ってたよ。運がいいね、最後の一つからピッチシ100ゴールドでどうだい。これぼったくり的なやつじゃなかったっけ。しょうがないな、じゃあ他の人にでも売っちゃおうかな。お鍋の蓋かなんか売ってなかったか、このおっちゃん。いらっしゃい。さあこの革の鎧お買い得だよ。普通230ゴールドのところをなんと200ゴールドポッキリだ。いや普通革の鎧140ゴールドぐらいだったぜ。200ゴールドだよ、買うよなお客さん。いやいや買わん買わん。買わないんならどういたどういた、商売にしようがないよ。
クソヤゴしかいないからな、こういう街はな。今年のバザーには、霊毒王が来なかったの、何かあったのかの、ねえ、知ってる霊毒王って若くてすごくかっこいいんだって。物を買うときは、最初に入った店でいきなり買っちゃダメだ。もしかしたら同じものをもっと安く売っている店があるかもしれないからな。いやー、これ実際そうだよな。アマゾンとかさ、あと、なんだっけ、価格 .com とか、あの辺ちゃんと見た方がいいよね。安く買いたいなら歩く。これは売りの時も同じだ。覚えておきな。まあ、今だったら安く買いたいなら検索するんだよね。ボガとドガ、兄弟なんだよな。何？ボガのとこは330ゴールドか、ち、あの野郎。よし、それならこっちは360ゴールドだ。どうだ？売るよな。いや、売んない。これ、マックスいくらまで釣り上げられたっけな。だったらよそへ行きな。壺の中には何もない。しけてんな。小さなメダルとか仕込んどいてほしいよね。で、素早さの種。もうアイテムなんパンパン丸だ。もういらない武器とか防具とか、そういう類は、もう随時、しまっていった方がいいよな。で、ていうか、村の民芸品あれなんだな。出さなくても普通に売れるんだね。で、素早さの種。まあ、せっかくだから、ドーピングアイテムを使いのして1しか上がんねえな、相変わらず。王若いの買わなかったって買っていかんが110ゴールドでいいぞ。はい、選んでもお金足りねえんよ。おや、お金がないの、若いんじゃからしっかり稼がんといかんの。余計なお世話だわ。この辺りはのどかでいいですが、遠くの方では魔王が出るなんて話もありますが、人の足元を見る輩の方が私には魔王なんかより厄介なんですわ。いや、わかる。こっちを食い物にしてくる輩ってどこの業界でもいるからな。へいらっしゃい、お客さん、今日はいいものがあるよ。これ地図売ってんだっけ。これこれ世界地図、これさえありゃ旅も楽になるってもんさ。3000ゴールド、いや2000ゴールドでいいや。どうだ、買うかい。これ最終的に200ゴールドぐらいまで値切りできなかったっけ。いや1000は高い。お客さん本当にいい買い物がうまいね。25ゴールドまでしてくれればいいんだけどさ。泣いたってわめたって無理だぜ。いや無理無理。なんて客だ。こんな客に関わったのが運の尽きだったよ。200で手を打とう。ただし誰にも言っちゃダメだぜ。いや、そもそもこれ家選んだらお客さん冷やかしだろみたいなこと言われんだよな。はあ、お前さんただの冷やかしだね。さあ、言った言った。ほら、安いよ安いよ、約束が安いよ。6個に聖水が1個ついてたったの50ゴールドだ。薬草6個が8ゴールド、1個が8ゴールドだから48ゴールドで、聖水って少なくとも2ゴールド以上するはずだから、50ゴールドで買えるのは割とこれ良心的な商売してるんだけど、お金がないんだ、いかんせん。それは残念だな。ほら、安いよ安いよ。まああれだよな、薄利多売の商売してるよな。あら、いらっしゃい、ここはいろんな民芸品を買い取るお店よ。350、いやー、もうちょっと、もう一声、3万5000ゴールドぐらいにしてほしいよね。そこのボガって男はあっちの方で店を出してるドガの弟なんだってさ。防具の店、これが一番良心的な値段で売ってるやつだよ。革の鎧180ゴールド。まあそれでもさっき200ゴールドで売ってるとか言ってたから、まあこっちの方が正規の方が安いよね。まあどっちにしろ何も買えないんだけどな、今お金が少なさすぎてよ。有名な冠職人の家ですが出かけてるみたいですよ。そうだ、この冠職人助けることによっておじさんが奈落の底に落ちるんだよな。中の娘さんに聞いてもいつ戻ってくるかわからないって言うし。はい、で、タル。ああ、いやー、まあ、ささやかだけどお金いただいてる。5ゴールド、ないよりマシっていう程度。ジュディと見た目同じだよね。あら、何かご用。ライフコットの村からやってきたの。あら、去年まではおじいちゃんだったのに、今年は随分若い人が来たわね。精霊の冠でしょ？でもごめんなさいね。今年は近くにいい材料の木が見つからないって、お父さん、遠くまで出かけていったの。この町の西にある橋を渡って、ずっと先の森まで行くって言ってたわ。出かけて行ってから、今日で3日目だけど、さすがにちょっと心配ね。もう死にかけてんだよ。3日間あれだぞ、ずっと。ぶら下がってるんだぞ、あのおっちゃん。で、この家はもうこれ以上何もないと。そういえば、盗賊の鍵使ってさ、ここだっけ？今持ってないからいけないけど、これ盗賊の鍵でここを開けられるよね。で、ゴールド銀行うんぬん言ってんだけど、1000ゴールド以上、
お金必要だからな。別のドラクエシリーズでさ、100ゴールド単位で預けられるみたいなのあるよね。ここブーメラン売ってたっけ？ブーメラン売ってるんだったらバンバンザイだったんだけど、まだ売ってねえか。レイドック行かないとないか。いや、今って先にレイドック行って、買い物とかできたっけ？ AT フィールド貼られてて、まあ、AT フィールドという名の、バンペイみたいなやつがいてさ、このただ調べたか。まあ、そのせいで、レイドックのお城には入れないみたいな、そんな感じじゃなかったか。どうだったっけ？いやー、これもギリギリまでボガとドガに何回も交渉して値段をマジで釣り上げろ。いや最高ででも3万5千まではいかなかったと思うんだけど、500ゴールドぐらいまでは釣り上げれなかったっけ。420。この姉ちゃんは、この姉ちゃんはもう早々と離脱してるか。あー、こいつはダメだ。350でしか買い取ってくんない。うい。よそ行きだ。こいつマジでもうこれ以上、無理な感じするよね。あー、450が上限か。あー、でもこれあれだよな。この金額で買えっていうことはさ、盗賊の鍵を買いなさいって言ってるようなもんだよな。買っちゃうか。480で。どうだ、ボガメ。やっぱり俺の方が商売がうめえのさ。あ、ありがとう。俺にとってはカモだったぜ、お前は。さあ、ということで、盗賊の鍵をいただいて。まあ、今買う必要はあんまりないかもしんないけど、とりあえず、袋にでも入れておいて。いやー、また40ゴールドだ。貧乏人になっちまった。ブーメランをね、買った方がよっぽど有益だったかもしんないな。先に、盗賊の鍵買わずにブーメラン買って戦闘で稼いでさ、はい、で開けられるようになりましたと。ここ逆に1000ゴールドとかなかったっけ。小さなメダルがあるとかだったっけ。250ゴールドキメラの翼と250ゴールドか。うーんって感じような。いや、ブーメランがやっぱ欲しいんだよな。あの全体攻撃できるめちゃくちゃ優れた武器。レイドックでだったら買えたと思うんだけど、今レイドックに行っても、レイドックの頭がちょっと見えてきてるけどさ、あー、シールドこそ、買ってんだよな、こいつな。あー、守ってるな、多分。身守ってなかったら、それでも4ダメか。俺、初めてこいつと戦った時さ、その後ろの小僧の部分が、はっきり見えてなくてさ、どういう見た目の敵なのかよく分かってなかったんだよな。まあ今となってはもう懐かしい思い出。いや、カッチカチだな、しかし。オッケーオッケー。ようやく一体仕留めて。よしよし、いいぞ。このままずっと見守ってくれてれば、おじさんノーダメージでいけたんだけど、あーもう火ダメが痛えわ。4ダメージは反則じゃない？あ、これ。やっちゃったかな。これ間に合わなかったら死ぬな。あぶねえ。しかも敵も身守ってくれてる。よしよし、いいぞ。ナイス回心。あー、ようやくレベル4。これでホイミ来た。まあ MP なくなってた時は薬草に頼んなきゃいけないけど、ホイミがあればどうにかなるよね。あー、いるよな。あー、通行証持ってるなら、うん、どれがそうなのだ。うーん、ダメだよね。で、シエラの街と構造似てるんだけど、あれ左側にあるの教会で、あの教会に入ったら発散イベントが発生するのか、シエラで発生したような気がしたのは、レイドックと街の構造を似てて、それで勘違いしてしまったっていう、まあそういうことだよね。銅の剣とか買うか？どうしよう。312ゴールとか。今みたいにさ、シールド小僧との戦闘になったら、ちょっと厄介っていう部分もあるから、銅の剣買うか。ちょっともったいない気もすんだけどな。4しか上がんないでしょ。あー違う、これあれか、道具屋か。4しか上がんないんだったら微妙か。8上がる鱗の鎧の方が
いいか。幅考えたら鱗の鎧の方いいのかもしんないけど、防御を鍛えたとしてもさ、戦闘が早く終わるわけじゃないから、やっぱどうも剣の方が、その何なんだっけ、 DPS の値はいいんだよな。ダメージパーセカンド、まあ、いわゆるあれだよね、 FPS 系のゲームとかでよく出る指標。あんまりあれだな、最近 FPS 系のゲームやんねえな。で顔の帽子とかも売って、いやー、これ売んなくてもよかったかもしんないな。売らずにさ、 ある程度お金貯まるまでやっておいた方がよかったかもしんない。あーで、コンボも、いやもういっか、売ろう。もうゲームオーバーになったら、あ、82ゴールド、え、ちょ、待て、コンボってそんなに出すんの。あ、あれか、そもそも非売品か。いや、いいや、コンボとりあえず売って201まで作って、380、もう100150ゴールドくらい貯めて、鱗の鎧買い直すか、頑張ってある程度強い状態で挑みたいからね。とは言いつつもストーリーも進めていきたいから、まあ行くか。武器強化したから、この辺に出てくる天竺出てきたか、こいつも誘う踊り、あぶねえ。まあ、銅の剣あるからどうにかなるでしょう、銅だけにね。ワンパンできるのやっぱでけえな。まあ、ホイミも覚えてある程度強化はされているしな。 お金美味しいね、18ポイントの24ゴールド案外すぐに買えるようになるんじゃないか。割といい感じで買い物ができてるような感じはするぜ。あー出た、またシールドこそ。でも7ダメージ、さっきより明らかにダメージ量は増えている。いいね、2パンできるのはだいぶでかい。ただ火ダメがやっぱ痛い。あー、しかも今ので死なねえか。2パンできる時とできない時があるこの落差ね。まあこっちにはホイミがあるんだ、いくらでもやり直しできる。はいはい、出たこの穴。ここさ、ちょっと危ない場所なかったっけ。いや、ここじゃないか、レイドックの西側だっけ。マップの切り替えみたいな部分で鬼のように強い敵が出てくる場所が一マス分あるみたいな感じの場所がどっかにあったはず。うん、鬼オン新キャラ一旦無駄にしてくれてるね。ただこれはワンパンできる敵だから、あ、ワンパンできない時もある。薬草使われたらちょっと厄介だよね。うわー、これやっちゃったか、あっぶねー。一回ホイミ回復、よしよし、いいぞ。まあ、できることなら一度もゲームオーバーになることなくドラクエ6は全クリしたいところなんだけど、で周りは今何もないからもう行っちゃうか。この聖剣伝説3のシャルドットみたいにぶら下がってるこいつ、おい誰か、おい助けてくれ、おお、ありがたい、やっと人が来てくれたか、わしは冠職人のビルテじゃ、頼む助けてくれ。どうしようかな、まあ助けてやるか、ありがてえ、さあ早くわしを引っ張り上げてくれ、この手を持って。このせいでおじさんが死ぬからな、もう嫌な予感しかしねえもん。あなんてこったい。緊急避難が適用されるのか、果たして障害致死になるのか、その辺が気になるところだよな。さあで現実世界の街、トルッカの街だっけ。あー見えてないんだよな。え、今誰か何か言ったと言っても周りには誰もいないし、きっと空耳ね。あ、猪木を手に入れた、ありがたい。4ね、あーでもこれ4から6じゃなかったっけ、上がり幅。宿すら泊まることができないんだよな。こっそり休みますか。まあでもただ宿できるからありがたいよね。
たまにさ、そのあれ、ね、クソな店主いるよな。お客さんが来た時の練習でもするかみたいな感じでさ、そのくせお金まで取っちゃうからさ、てかお金どうやって出してるんだって感じだよな。これおじさんの姿見えないんだったらさ、そのおじさんの持ってるお金も見えないってことになってるよね。だっておじさんがその装備してる剣が見えてないってことは、おじさんの所有物であるお金も見えないはずなんだよな。だから10ゴールドとか払う、なんかサンマリーロの街だっけな、この透明な状態で行ける現実世界の街で、サンマリーノの街ってあったと思うんだけど、そのサンマリーノの街の宿屋の主人がさ、なんか暇だからお客さんが来た時の練習でもするかみたいな感じのこと言って、練習するかとか言ってるくせにマジで金取るからな。本当にクソ野郎だわ。今人の声が聞こえたような。おい、おかみ呼んだか。私は何も言ってないよ。寝ぼけたかな。そうだな。この井戸で遊ぶのも飽きてきたな。こいつあれじゃん、泥人形と同じ名前してんじゃん。そうでしょ、だから今度北に行った岬にあるっていう夢見る井戸に行ってみない。それはダメだよ、絶対に行くなってママに言われるだろう。どうして怖いの。だってあの井戸に行ったまま帰ってこなくなった人もいるんだよ。幻の大地に飛ばされちゃうんだよな。そんなの嘘よ、ジミーの弱虫。まあ、どっちもあれだな、同じセリフしか、このやりとりしかしてくんない。でこの井戸の中、井戸招きとかはまだ出てこないか。こいつ生活してるよね。今話し声が聞こえたような。これこんな中で火焚いて大丈夫なのか。中毒しそうな気するけど。でチーメダを手に入れた。ドラクエ6も小さなメダではマックスで100枚105枚ぐらいあったような気すんな。ドラゴンクエスト6小さなメダル場所集みたいな動画すでにあんのかな。ないんだったら俺が作るぜ。ムーンの実況でさ、そのなんかおまけ的な動画作れてなかったからさ、ドラクエ6では作りたいなみたいに思ってて、ドラクエ、あーじゃないや、ムーンではさ、なんて言っても誰も来ないよな、今日は暇だな。でムーンのそのおまけ動画、全ラブの回収とかアニマル図鑑みたいのとかさ、 MD 集みたいの出そうかなと思ったんだけど、すでに出してる人がいて、もう手遅れだよね。全く打ち残ったら勉強もしないで、どこに遊びに行ったのかしら。これ何、ジミーのお袋かな。でこのおっちゃん、今日はいい天気じゃの、魔王が世界を滅ぼすなんてまるで嘘のような天気じゃ。で宿屋があるから一応泊まることもできるのか。この辺にさ、成金の人が住んでなかったっけ。成金の人が住んでて誘拐されるみたいなイベントあったよね。うちの子頑張って勉強してるみたいだから、美味しいものを食べさせなきゃね。あー、いい母ちゃんだなこいつはな。特に何も見つからない。なんか変わった形の家してんな。で、タンスの中、冷蔵庫はないのか。冷蔵庫あるんだったら冷タン、冷冷タンできるのに。あー、木の帽子ここで手に入れちゃったか、もったいないな。この家の形やっぱ変な形してるよね。変わった本はない。ああ疲れたな、僕も井戸のところで遊びたいな。井戸のところで遊ぶって、あの井戸の中に住んでるアモスみたいな格好したやつと遊ぶってことか。はい、でここでなんかよからぬイベント発生してるね。悪だくみしてんね。うん、今そこの茂みがガサガサ言ったような気のせいか。しかしあの話は本当なんだろうか。この世界のどっかに真実の姿を映す不思議な鏡があるというラーの鏡だ。一度でいいからそういうような不思議な品を仕入れてみたいもんだな。おいっす、悪だくみしてるぞこの二人。いいか、俺が思うにあの家はかなりの金持ちと見た。だから娘をだな。え、兄貴、それじゃ人さらいを。バカ、声がでかいぞ、人に聞かれたらどうすんだ。丸聞こえなんだよな。ひそひそひそ。こいつちゃんとひそひそ言ってんのにさ、兄貴の方が思いっきりネタバレっていうかさ、しちゃってるよね。で、ここがその例の金持ちが住んでる家じゃなかったか。あ、犬は気づいてる。うわぁ、なんだっけ、こいつサンデーだっけ。まあベスったら、あれサンデーみたいな名前の犬いなかったっけ。まあベスったら誰か来たのかと思ったら誰もいないじゃないの。変な子ね、さあいらっしゃい。いや、いるんだよな。犬にはやっぱ気配とか匂いとか分かってるっぽいよね。
薬草を何もなし何もなし。いや立派な家だよな、こういうなんか武器屋とか防具屋でもないのに甲冑がなんか飾っちゃってな。美しそう。あーこれは間違いなく主人公に使った方がいい。チーメダいらんよな。チーメダ1回入れて、このまま使えないのがちょっと不便だよね。いちいちさ袋から出して誰かしらのキャラクターにさ持たせて使わなきゃいけないっていう、まあ、ちょっとめんどくさい仕様ではあるわ。ビスったらどうしたのかしら。うーわんわん、それしか言ってくれない。で、ある程度この家での探索は終わって、ここまだ入ってないっけ。あー、ぷかぷかしてる。ぷふわー、今日はやけに煙が目にしみるわい。そういえば武器屋のやつ妙なこと言っておったな。真実を映す鏡がどうとか、そういうものが本当にあるなら一つうちの女房でも映してみたいものじゃわい。何が映るんだろうな。おいっす。うちの人ったら毎日ああやってタバコばかりふかして何を考えてるんでしょう。何も見つからない。これラーの鏡入試後とかにこのおばさんに対してラーの鏡使ってなんかイベント起きるみたいな、そういう裏設定みたいなのあったっけか、まあ、その辺は全然覚えていないんだけど。で教会があるからついでにセーブも、セーブできたっけ。はて今人の声がしたような。狼様、 あなたなんですか。そうだぜ。ふむ、返事がありませんね。やはり気のせいだったようですな。あれセーブできなかったっけ。あ、こっそりお祈りできる。全然セーブしてねえな。1時間10分ぐらいプレイして初めて今セーブしたわけなんだけどさ。で、しかもあれか、見えてないからさ、この後電源切りますかみたいな、そういう選択肢も出てこないんだね。一応ドラクエ6もセーブしたとまだ冒険続けますかみたいな感じの選択肢が出てくるはずなんだけど、姿が見えないから、まあ、出てこないということで。で、時間もいい頃だから一旦この辺で区切るぜ。次回に続く。